あなたは、中京競馬のダートで、穴馬さえ簡単に見つけられる、禁断のスタンステップというのをご存知ですかえどうも、加藤ちゃんと申します。え僕はえ、自分の意見を人に発信し、その人のえ物事の考え方を変えたり、あるいは、考え方の幅を広げたりということを通じて、その人の現状を良くできる、コーチって、えかっこいいなと思って、そういう生き方をしたく、 えー、バケンツの発信活動をさせてもらってます。えー、今日この動画を撮っている、えー、12月3日ですね。2018年12月3日現在、えー、約1年と10ヶ月、えー、1200人に愛されて、えー、バケンツの発信活動をさせてもらってます。よろしくお願いします。えー、さて今回は、えー、あなたが、えー、実践していただければ、中京競馬で穴馬さえ簡単に拾えてしまう3ステップについてお話をします。 えー、今回はですね、えー、僕は、実は、えー、カミングアウトになるんですが、えー、馬券でたったの3ヶ月で、えー、63万円の、えー、マイナスをした経験があります。えー、もう、えー、競馬が終わった後には、また負けた後、疲れたなと、えー、そんな風にため息をつきながら帰って、家に帰っては、レース結果をもう一度見直して、なんでこのレース、 もっと冷静に予想できんかったんだと。そんな風に後悔ばかりしてました。そうして、俺の予想法、何がいかんのやろと。何か俺、予想の,の仕方でいかんとこ、いけないところあるんだろうかと。そんな風に思って、予想法の見直しをし、どうにか改善しようと、試みました。 高座残高も65万円あったのが、たったの226円になり、もう絶望を感じました。そんな僕の人生から、たった一つだけ、たった一つ、ストーリー、気づきをお話します。僕は地元が中京競馬場なので、中京競馬場のダートで、ダートの馬券もよく買っていました。その時に、 普通に、阪神で抗争し、構想していたり、そういう、中山だったりとか、東京競馬だったりとか、そこで抗争している、まあ、いわゆる坂が大丈夫な馬、というのを買ってたんですね、僕は。よく。でも、なぜか当たらなかった。穴馬が拾えなかったんですね、穴馬が。本命馬を買っていたものなんかよくわからない穴馬に刺されて、 単所を外す。そんなことをたくさん続けてました。でもそんな時一つの出会いがありました。ある出来事がありました。それは何かというと、中京競馬の未勝利戦の時ですね。はい。夏の中京競馬。その時に、日本ピロ、 ま、名前忘れてしまいましたが、日本ピロなんとかっていう、まあ、分かったんですね。その時に。で、そこで、ある成績欄を見ました。その馬のとしたら、京都競馬で4コーナーの着順、4コーナーの通過順と最後の着順というのがほとんど変わらなかったんですね。はい。4コーナーの6番手だったのが、着最後の着順は5着といった具合にほとんど変わらなかったんですね。 で、たまたまこれ条件なのかなと、これ中京競馬の穴馬の条件なのかなと思って、最初はたまたまかなと思って見てました。そしたら、しかし、その週、他のレースでも、また、そして、その次の週でも、京都競馬で4コーナーの通過順と最後の着順が、ほとんど変わらない馬というのが中京で穴馬になっていることが分かったんですね。3着に来たりとか、2着に入ったりとかしました。 このことから何かあるのかもしれないと思って調べてみました。そしたら、京都競馬はスピード勝負のダートだったんですね。本当にその時にマイナス63万円くらい負ける僕だったんで、そんなことも知らなかったです。本当に。そして、中京は坂のあるタフなコースなんですね。最後。皆さんもご存知だと思うんですが。つまり、 京都競馬のスピード勝負に対応できなかった、対応しきれなかった馬が最後、中京の坂のあるコースに変わることでスタミナが活かされるんですね。よって、京都では足りなかった馬が、中京では来る。ということが分かったんです。なので、中京競馬のダートでどうすればいいかというと、三つのステップを踏んでください。一つ目は、 まず、え出場表を見る。そして、二つ目は、そのままの過去成績を見る。そして、ステップ三は、そのままの京都ダートでの成績を見てみることです。そこで京都ダートで、例えば4コーナーで4番手だった。で、最後の着順が3着だった。もしくは、4コーナーの通過順が4番手だった。そして、最後の着順が3着だった。といった具合に、 ほとんど、京都のダートで4コーナーの通過順と最後の着順が変わってない場合、これは中京で狙いとなります。それでは言いますがあなたは中京競馬ダートに予想なさい。京都ダートでの4コーナーの通過順とその,その最後の着順というのを見てみましょう。これはほとんど変わらない馬が狙いです。それでは、今回もありがとうございました。なお、最後まで聞いてくださったあなたにだけお知らせをします。 え、愛されて1年10ヶ月、えー、もう1200人から、えー、目から動かれでしたという声をいただけている、えー、罰金率の全貌というのは、えー、ここではお話ししていません。えー、なぜかというと、えー、とても長くなってしまうため、あなたが聞くのが大変だと思ったからです。え、なので、えー、見やすい文章にてまとめることにし、ブログでの発信をしています。えー、動画を見て意欲が高まっている今が、一番あなたが、えー、罰金率の全貌というのが頭に入りやすいためなんで、今すぐ、えー、書きの動画説明欄でブログの方をクリックしてください。 え、なお、このブログですね、え、1年と10ヶ月愛されてきたバキン列を今なお改良して、30名の、え、無料の電子書籍として配布してます。なぜ無料かというと、1問のアンケートを取りたいからです。え、こう言って、え、動画を見てくれて、いいの高い、え、すぐ、え、行動してくれる人に、電子書籍の内容にアンケートを取りたい、1問のアンケートを取りたいんで、え、無料とさせていただいてます。え、数も限定してます。え、なぜ数を限定してるかというと、 それも同じく、えー、すぐ行動してくれる人に、えー、一問のアンケートを取ってまた改良していきたいと思ってるからです。それでは、えー、今回は時間を押さえてメールを見てくあ動画を見てくださってありがとうございました。下、え、記、ー、のブログで待ってます。それでは、失礼します。ありがとうございました。